はい、どうも皆さん、こんにちは、UFO 高校です。本日は夏の甲子園大会のいよいよ準決勝に行っていきたいと思います。いやー、準々決勝はね、なんだろうね、まあ、運っていうところもあったと思うんですけど、なんですかね、こう、頑張りっていうのがすごく見られたいい試合だなというふうに思っています。さあ、元気に今日もやっていきましょう。脇山くん A になっちゃったよ。すごいな。じゃあその脇山くんで。さあ残り2つっすよ。千葉成田農業。お世話になっております。どうもご無沙汰しております。お願いします。いや、福浦さん、丸さん、長嶋さんってごっつー天性プロじゃん。OB やし。すごいなぁ。いやぁ、上沢、小宮山さんって。まあ、二章さんはあっちの二章なんだよね。キャッチャー B か。あら、丸さんちょっと意外な感じで、この能力なんです。ひえ、こんなんもう一点取るだけでも厄介、ね、もうわからへんのに。すごいな。すごいな、これは。もうとにかくこれは耐久だね。惜しい。完全にインコースになってんな、インコースになってんな。うわ、際どい。つなぎたいね、つなぎたいよね。うわ、最低限。わー、そうだね、初球からでもあんまり振ってほしくないんだよ。いやー、まあ、それは見てほしかった。ここで簡単に終わっちゃうと、えらい目に遭う。キャー、残念。3回目が終わって2対1。先行チームこの回点を返しました。1点返したのはいいんだけどな、2点いって痛いね。さあ1、3塁ツーアウトか。ピッチャーの股を抜けるようなバッティングをしてほしい。あら、第3球を投げました。ゴリゴリに狙ってきてる。いいね、いいね。見てる、見てる、見てる。次は5球目。チー。先行チーム3塁までランナーを進めましたが、同点には至りません。頑張って。先行チーム頑張って。ノーアウトランナー1塁2塁という場面で、バッター1年生マラ。今日は最後の変化だと。絶対抑えるよ、もう。そうか。頑張って、とにかく頑張って。打ち上げた、来た、もらった。これでかいね。ただ油断ならんね。油断ならんね、ここはもう油断ならんよ。OK。うん、オッケーオッケー。ああ、オッケー。ショート正面643仕留めた。オッケー。今日2回目の併殺でこの回を終えました。前半が終わりまして2対1です。さあ、なんとか前半戦はあれですね、1点差で。この回の先頭だったら脇山、今日はファーストストライク、ショートフライ。ここはね、そうだよね、90球近くまで投げらしたい。もうは入れてくるんだよな、入れてくんだよ、マジで。素晴らしい、ナイスバッティング。
よくあそこのインコースを打った。さあ堀川さん、堀川さん、どうしようかな。ここでまあお祭り男使うっていう手もあるけどね。バントだ。あー、いいところに転がした。さあゆだちゃん行こう。どこでスクイーズを決めるか。ここだ。あー、4番のアップで、よし終わった。しゃーおむねー。あいつ浮かしやがったげんな。マジ許さねえ、本当に。あいつマジ許さねえ。これで7回で100球はいくから、ま、難しい。ま、回せ、よし、来た、よし、よし、よくやった。先攻チーム同点のピンチです。ノーアウトランナー2塁という場面、バッターは3年生五十嵐。くっ、ネクストバッターサークルに控えているのは秋元。第3球を投げました、打ちました。うっ、あー、なんでサード。ユダちゃん取ってよ、それ。どうする。いや、ゲッツ1点はしょうがない。 OKOKOK。 危ねえ危ねえ危ねえ。どん詰まりやったね。さあ、ここはゲッツ打ち上げだ。 OKOK。 これでツーアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。第9球、怖いね。もう怖いバッターつ続々と来るね。あ、もらったか。サード、ユダ、オッケー。さっきは取らんかったけど、今いい守備、今いい守備した。休まらねえな、全然休まんねえな。マジか。いや、そうなんだけど、もうこれ、キリがないから、同点はしょうがないかなって思うんですよね。いいね。そうだね。どっかで、まあ、藤井とかと投げ出しながら。うん、オッケー。もう一球外でいいかな。投げなくていいです。うん、オッケー、オッケー。いいよいいよ、これ9対点だから。いやー、流しません。ひえー、まあこんな試合になるとはね。どっかでやっぱ錦織も下げないといけない。やばいね。やばいね。ちょっと一息入れたい。一つ一息入れましょう。で、絶対ゲッツー取りましょう。よく頑張った。ナイス。今日3回目の偏差値でこの回を終えました。7回の裏が終わりまして、いいよ、もう1点はしょうがないなって俺は思ってたから。さあ、ここは守備を変えてくるようです。先攻チーム、この回はどうする。さあ、脇山からだね。今日はここまで3打数1安打。投げたな、それで波球は超えてるけど、ちょっとあれだな、120球ぐらい行ってほしかったね。ダメか。せえな。これでワンアウト、ランナーはありません。さあ、ツーアウト一塁。同点で迎えた8回です。ツーアウトランナー一塁という場面で、まあここで揺さぶり使ってもしょうがないかな。1イニング、さあここは相手に、まあやるしかないですね。第9、初球、いや、インコース入れてくるな、インコース入れてくるな。
第2球投げた、ストレートはやっぱこれをこうポーンと弾き返せると第3球どっちんだけど、インコースついてくんね、インコースついてくんね。第4球を投げました。さあさあどうする、どうする、どうする。第5球投げました。お、さあフルカウントきましたね、ランナーコースか。さあ6球目、一塁ランナー取りました。これでスリーアウト。この一塁ランナー堀川残塁に終わりました。8回表が終わって3対3です。うわー、ランナーやっぱ出してほしくなかったの。ここで勝ち越しの夢に渡りがありません。ノーアウトランナー2塁という場面でバッターは3年生秋元。クマキーだ、西日本ホームラン、マウンド上はクマキー。いきなり負け越しのピンチで、そうなんだよ。今日は配球にも注目したいと思います。もうすごい悩む、続投させるか、やっぱこうそれとも系統でいくのか。これは詰まったね。これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げました。やっぱこうフライでランナー進めることができない状態にできるっていうのはいいピッチャーですよね。ああ、そこ今の入ってねえか。第3球、おい、ちょっと高いかな、ちょっと高いかな、クマキリ高いぞ。投球これから4球で、OK。 まあこう散らしながら散らしながら行きたいです。危ねえ危ねえ危ねえ、いや、いい音がすると怖いよな。あ、ランナー進められんかったのは大きい。脇山脇山怖いんで変えます。脇山さあ、ここはゲッツー指導します。頼む。来た、46 3、今日4つ目。先行チームダブルプレイでピンチをしのいでいます。8回目の裏は3対3です。おぶね、最後の9回目になります。そうなんだ、いくよ古田さん、いくよ、どんどんいくよ。いいよ、もう ID130 球超えるから。第2球やめました、打ちました。マジか、いけない、取ってアウト。これでどうしよっか、じゃあ今度は近沢で代打。さあ、持ち前のつけまの腕を発揮するのか。第9投げました。早い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 。投球これから2球、ひー、はい、それはきつい。追い込んでから第3球を投げました。もう高め、第4球を投げました、打ちました。詰まってるな。一塁送球、おし、ショートのエラーが記録されます。おし、バッターボックスは9番宇佐美。今日はここまで3打数ノーヒット、1三振。最高チーム代表を起用します。池谷1塁に投げました。さあ、究極の思考ながら追ってかけようとしています。初球インコース、宇佐美どう、ワンセーフティーいけそう。さあ、次の投球インコース低め、まあどこぞでやっぱ個人的には行きたいなって。第3球を投げました、完全に打球死んだ。サードボールを取る、ヘッドスライディング、きたー、ナイスバント。2安打の木下、先行チーム1。さあ、木下行こうか、第1本行こうや、1球目ストレートを空振り、行こうや木下。第2球、これもあれ当たらんか。これも当たらんか。第3球を投げた、落ちました。これはちょっとやっちゃったね。これで2アウト、転がし落ちちゃった。1塁変わりません。おっす、さあ、お祭り男の本領発揮することができるのか。第9球、高田スライク、相手140いってるからね、140球。第2球投げた、これもインコース、追い込まれました。またインコース、またインコース。第3球を投げた、外れた、ボール。いやー、本当はね、140球超え、越したい。スライダーはボール。うんうんうん。第5球投げました。何の
のために魔法を使ったんだよ。痛いな。よし、行くぞ、藤井。どういった立ち上がりをするか。なら、この回は上位打線から始まります。先攻チーム、このバッターだけは塁に出したくないところ。そうなんだよ。いいね、いいね、いいね、いいよ、藤井。第2球、2球目が第3球、1球目が走った第4球目投げました。はい、古田さんやっぱ早い。一塁をくる、素晴らしい。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3年生、福田さん全打席出塁してんじゃん。絶対出すなよ。投げました。ユダ、危ねえ。ちょっとユダ危ねえな。いいね。伸びのストレート。1球目ストライクから第2球。投げた。おー、危ねえな。スタンドに入りました。追い込んで。投げた。打ちました。来た、どん詰まり。藤井取った。さあ、この回8球で終わらせた藤井。素晴らしい。この回ピタッと3人で抑えています。9回まで終了しまして3対3です。オッケーオッケー。ゲームは延長になります。この回の先頭バッターは出塁。先攻チーム、ここはなんとかしても出ない。もうそうなんだよ、何が何でも出塁したいんだ。中田とアウトコース低めからストライク。もうなんならさ、むしろ藤井君まで回してくれっていう気持ちでいるんだけど。もう10回で140球って、前回のあの試合よりかも はるかにいい球数数で1点ですよ。それでもバテに精神力すげえな。第5球、投げた。振っちゃダメだよ。持ち前の熱血が高めを発することになるのか。まあでも信じるしかないですよね。第9投げた。まだ疲れてこないんだよ、すごいよな。投げました。インコース。第3球、うわーすごいな。第4球を投げました。打ちました。投げました。よく見てますね。第6球、ダメだ、どん詰まってる。インコースだからどん詰まってる。バッターリオ、後ろから堀田。第9球、投げました。ダーク高め、外れても160球だよ。第2球、投げました。ストライク。ひぃ、ほんとすごいな。投げた。カーブ見送る。うわー、入るんだ。追い込んでから第4球を投げた。アウトカーブ。まあどっかしらでやっぱこうね、見ていかないとっていうところはあるんだね。さすが。先攻チーム、結局この回3人で攻撃が終わっています。10回の表が終了して3対3です。まあまあまあしょうがないよね。10回の裏、奈良攻撃に入ります。トップバッターは長嶋。先攻チーム、このバッターだけは例に出したくないところ。絶対出しちゃダメなんですよ。投げた。もうしかも打たれちゃダメだ、バッターさん。投げた。うわー、詰まったね。落とすなよ。はい、オッケー。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3年生、五十嵐。今日はここまで3打数1安打。第9球、まあ藤井はもう伸び伸びとやっていこうか。外れても。第2球、投げました。ストレートはもう。第3球、これ詰まらしたね。レフトへの当たり。かなり下がってたか、あいつ。なんと代打を出さない。さあ、ここはゲッツー対応となります。なんと代打を出さないとは。
すごいな。第2球投げました。きたー、5つ目守りが固い。3対3、現在同点です。守りは固いよ、うちは。西野、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日はどんな投球を見せてくれるのか。12回表、先頭バッター、さあ、ユダちゃんからだね。おゆだちゃんからだね。おゆだちゃん。150キロ超え。どん詰まり。しかも逆風。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッター1年生フルが今日はここまで4打数2安打。古田さんね、今日は当たってるっすね。初球打った。第2球投げました。投げ重ね、シュートは外れてボール。第3球を投げた。ダメか。一塁です。アウト。これで2アウト。ランナーありません。バッターはピッチャー藤井。まあお祭り男はもちろん使っピンチヒッター。川端。さあで問題はね、そうか、魔物はじゃあ置いとった方がいいのかな。どうしようかな。置いとくか。置いとこうか。ツーアウトやし。第2球投げた。メダと変えて、まあ3番のピッチャーのところに持っていって、そうですね、そのあの方法でいきます。お前すげえ！なんと！レフトスタンドへ吸い込まれていった！スタンドからの声援が来たー！おめえすげえぞ！先行チームリードで迎える11回です。通路ランナー1塁という場面でバッターは3年生リオのスナイパー木下。今日はここまで5打数リー。木下もね、そういいんすよ、当たってるんすよ。さあ次の投球、直球ストライク、アウトコース。投球は3球目、投げた。3球目、次は4球目。これは詰まったね。取ってエリコ、スリーアウトチェンジ。延長11回の表が終わって4対3、先行チーム1点勝ち越しです。よし、おう、お願いします。藤井高画板、右の足口、今日4人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。さあもう褒め殺すぐらいな感じいきますか。エースがマウンドに選手が集まっています。いいね、なんかあのみんなちょっとこううんって感じになる。ショートまずい。一塁をくるみ。オッケー。これでワンアウト。ランナーありません。バッターは2年生遠山。第9球。投げた。オッケー。伸び伸びこう橋口。第9球。投げました。2年生遠山。第3球を投げました。よっしゃい。第4球を投げました。オッケーオッケーオッケー。さあ5球は5球目、投げました。うーん、際どい。アウトコース高め。次の球がラストボール、投げました。打ちました。ショート掴みました。掴む。バッターは特に返って赤石。さあこの赤石くんを片付けたいですね。ほい。うわー、マジか。いやー、きつい。ナイスバッティングです。さあ2アウトから同点のランナーが出ました。まあここでもいい、勇気持っていこう。打たれたのはしゃあない。
まあ、逆転ツーランでさよならっていうパターンはありますからね、十分そこは気をつけてね。いいね。オッケー。気にしすぎや。ランナー気にしすぎや。うわー、フルカウントまで来ちゃった。フルカウントじゃー、ランナー落ちてね。しゃー、いやー、この試合も1点差だ。ありがとうございました。代打起用に応えたね、川端が。感動したというか、この試合もホームランでこう決めてった感じです。すごい、すげえわあいつ。まあしょうがないか、しょうがないっすね。もうちょっと頑張ってほしいね。もうちょっとなんだけどね。はい、さあ残り一つです。ここまで来たよ、久々に優勝見えてきたよ。みんな頑張っていこうね。はい、ということで本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。